今回ですね、はい、まあ、この山を登っていくという展開になっているんですけれども、うん、当然あの本当にこの島のごくごく一部の山を登っていくという展開ですので、はい、あの後でちょっと高いところから外眺めてみたりとか、あの普段普通に遊ぶだけじゃなくて、せっかくなのでいろいろ情報をお見せできればなと思っています。はい、お願いします。じゃあどんどん行っちゃってください。これでも本当に実は今ちゃんと進んでるような感じですけど、見えるところはどこでも行けちゃう感じなんですもんね。そうですね、まあ、この中では当然行けないけれども、はい、フレーズ、はい、このジェイルアイランドにある本当に大きな鉱山が入っている山があるんですけれども、はい、今回その山を登っていくというミッションです。はいはい、おうまいうまい、おお、なんかすごい、なんかすごいことやってる感ありますね、ヤハタクさん。うまいですね。これあの操作は非常に簡単でして、基本的なの攻撃アクションは四角ボタンだけで行えるんですけども、それをしっかりこううまく当てることによって、今みたいなこう多彩なアクションができるようになっています。やっぱり今回のルビーのアクションというところに一番こだわっているので、うん、あの今左下青いゲージになっていると思うんですけれども、はい、これであの見聞色、ルビーの素早い動きやサーチ能力といったものが特化されたアクションに今なっています。こういったアクションがすごい軽くどんどんコンボを決められるようなアクションになっていて、丸ボタンを押すと、今押せるかな、こんな感じでソルの移動ができると。移動が、はい、でどんな敵がこのフィールドに潜んでるかって気になると思うんですけど、はいはい、あ、こうやって見えてる。で今回本当にただの平地じゃなくて、はい、すごい複雑な地形の中でルフィが戦うことになるので、もう本当にそのまま当然わーって突っ込んでいってもいいんですけど、こうやって、はい、あそこに敵がいるんだ、じゃあ見つからずに進んでいこうとか、そういった進め方も本当に自由、はい、冒険だけじゃなくてアクション、バトルのところも自由に進められる。戦い方も本当にもう自分で決めて戦っていけるってことですよね、はい、そうですね。実際の、まあ、爽快な必殺技というところも当然ぶっ放せますし、はい、あるいはもう本当に何なら敵と戦わずに、うん、あ、じゃあちょっとこっちもうゴムゴムで掴んでいって逃げちゃおうみたいなところも行きますし、はいはいはい、本当に、まあ、ホールケーキアイランド編でルフィたちがまあ逃走劇を繰り広げましたけど、うん、本当にそういった遊び方というのもできるようになっています、うん、で、はい、ここの高い場所から、すごい高い場所からすごい遠くまで見通せますね。そうですね、この実際の近代的な街がここから見えて、今回 の東京ゲームショーの体験版ではそこまで行くことはできないんですけども、はい、実際にはもう見えている場所、こういったところにどんどん進んで、あ、見えている場所で冒険がいくらでもできると、あそこであるってことなんですよ。あそこに実際に製品版では行って、はい、人との出会いがあったりバトルがあったりするわけですよね。はい、そうです。ぜひそこも今後楽しみにしてもらいたいなと思ってるポイントです。あのでっかい建物なんかありそうだな、あいつ。そうですね、このな、じゃあ高い建物を登って眺めたらどんな感じだろうとか結構気になると思うんですけども、はい、まあ、そういったところもすごい楽しみにできるポイントかなと思ってます。なるほど、はい、はい、はい、スナイパーライフルを構えている海兵が、おっと、ここは一発でと、はい、あ、調べる。で今回ですね、はい、まあ、さっきあのプロモーションビデオでも登場したアイザック、はい、このアイザックが科学者というキャラクターなんですけれども、はい、その科学者であるがゆえにこの島の海軍たちってすごい強大な武装を行っていて、はい、多分あんまりその原作アニメでもスナイパーライフルを構えてる海軍ってそんなに、まあ、まあそんなに見た記憶はないですね、はい、ただ今回あの本当に近代的な装備をしているというところで、ルフィ もうただの海軍なんだけど、そういったところにすごい戦いで苦戦する、はい、まあ、だからこそ剣道ショットの、ね、画面で見せてもらってます ね、こんな感じのスナイパー、はい、確かにここまでなんか発達した感じの銃っていうのはそうそう原作でも見たことないですからね、はい、実際今回この島オリジナルの島というだけでなくて、海兵のデザイン、あるいは海賊のデザイン、はい、みんな一からじゃあこの島だったらどういう敵がいるんだろうというのを考えながら、うん、作っているので、そういった細かいところも実は今回東京ゲームショーで楽しむことができるの で、はい、そうですね、見どころの一つとして、はい、私有の時に気をつけてほしいですよね、はい、そういうところも。で今武装色に切り替えて、あ、今切り替えたんですね、はいはいはい、あ、本当左下が赤い拳になってるのか、そうです、おこうするとまた全然攻撃方法が変わっていって、はい、より重い、よりヘビーな攻撃に切り替わると、はい、これまた四角を押してるだけな感じなんですね。そうですね、四角を押すことでのコンボになってるで、さっきは丸ボタンでダッシュだったんですけど、武装色に切り替えることで丸ボタンでガードになります、はい、このルビーの手も真っ黒になってガードしてます。さっきはソルだったんですよね、はい、そうですね。ですので本当に敵の状況、まあ、ボスキャラクターや敵の状況によって、はい、どんどんモード
切り替えていってアクションを楽しんでいく。おお、すごいすごいすごい。今ゴムゴムの移動出ましたね。出ましたね。あの攻撃的にどうやって倒すんだろうと思ったら一瞬にして周りを詰めてましたね。実際にはゴムゴムのピストルで遠くから撃つこともできるし、今みたいに一気に近づいて倒すこともできるしというところです。やっぱゴムゴムのやっぱ身の力での移動っていうのはすごく爽快感がありますね。ちょっとあのやるかやらないか迷ってたんですけど、はい、ゴムゴムのロケットも今回のビルドでやってみちゃおうかなと思ったんですけど、矢畑さんできそうですか？そうですね、ちょっとあの飛べるかどうか頑張ってみますね。よいしょ。こんなゴムゴムのロケット、そんなすごい大技ですか？じゃあちょっと飛んでもらいましょう。おおもうガンガン連続でやっちゃって、矢畑さん。おおとかとか、あれですね、なんかお腹がその浮く感じというか、おお本当に風を切るような動きが。え、ていうか、あっちゴムゴムの UFO。空飛んでる感じですもんね、完全に。そうですね。もう本当に景色があとめっちゃ綺麗。いやー、すごい。遠くをこうやって。今回あの実は東京ゲームショーのゲーム20分間のプレイ時間制限はあるんですけど、はい、とはいえ結構たっぷり時間あるので、ぜひこういった、あ、こんなところも行けるんだっていうのを楽しんでもらえたらと思ってます。はいはいはい、いやこれ落ちた。ああ、ちょっと高所恐怖症の人がキューってなる感じがありますね。あ、いきなり出てきたけど、おお、奇襲をかけることもできます。はい。そうですね、実はあのアクションのバリエーションとしては非常にシンプルになっているんですけども、ルフィの状況によっていろいろ行動も変化するので、はい、まあ、やっていくと新しい発見が、深掘りがどんどんできるゲームになってるんじゃないかなと思います。敵つかみとかできるかな。おあ、今の敵をつかんだ、はい、ああいう風にです、ね、本当敵を直接つかんで、はい、一気に攻撃を使ったり、あ、そうですね、これクマに見えますけど、クマがいる。実はあのベガパンクが作ったパシフィスタが、パシフィスタだ、はい、本当にただの海兵だけじゃなくてパシフィスタまで配備されているというこの謎の島なんですけど、そうですよね。これだとボスキャラとして今出てきているわけではないわけですよね、はい、これはもう本当にこのフィールドにいる中ボスキャラクターという、はい、はいはいはい、通りかかったら、あ、パシフィスタいたみたいな、いるってことですもんね、はい、展開になっています。なんだこの島火力すごい、どんなこの島って感じですよね、本当にシャボンシティかって、シャボンショートかって思いますからね。実は今回あの東京ゲームショーで初めて皆さんに遊んでいただくので、はい、ダメージ量とかちょっと調整したりもしてるんですけど、セキュリティの、はい、でも実際には結構苦戦する敵になってると思います。はい、レッドホーグ、なんか普通に何気にいきなりレッドホーグ出ましたね。そうですね、今さらっと大技のレッドホーグが左下にあの黄色い丸のゲージがあると思うんですけど、攻撃をしていくとこのゲージが溜まっていって必殺技を出せるようになっています。なるほど、今ちょうど2つだったのが3つになりました ね、 そうですね。実はこのイーグルストームとレッドホーク、はい、この黄色い2つと黄色い1つがついていると思うんですけど、2つは2つのゲージを消費、1つは1つのゲージを消費ということで、その本当に場面場面に応じて必殺技も使い分けてもらえればなと。なるほど。うわ、でこちら黄色い敵キャラクター、はい、まあ、あんまり攻撃してこないんですけど、こういった通信兵、はい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 、なっていて、まあ、電電虫が実はカバンにくっついてるんですけど、あ、なんか後ろになんか乗っけてますね、はい、こいつを倒さないと実はどんどん敵キャラクターが新たに現れるので、はい、あ、この逃げるんだ、だからなんでこのフィールドを見つけたらまずこの通信兵から倒していかないととか、はい、そういったところも、まあ、だんだんルビーなんでじゃあ、まあ、ドーンと突っ込んで倒すこともあると思うんですけど、はい、まあ、やればやるほどそういった、あ、こういう風に倒した方がいいなっていうのを楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。しかも今落っこちましたね、彼かわいそう。まあ当然あの吹き飛ばしたら落下するってことですね。そういうところもすごいですよね、やっぱり。そうですね、やっぱり今回あのこの島をリアルに冒険してる感を楽しんでもらいたいので、はい、うん、ルフィやフィールドだけじゃなくて敵の動きもかなり、はい、繊細というか細かい動きをつけさせてもらってます。あ、273、274って出てるの、あそこ目的地って感じですかね。そうですね、今回は山頂を目指そうなので、はい、山頂まで距離が274ある、はいはい、あ、届くかな、これ届くかな、おお、あ、戻ってもらいました。連続でできるってのもいいですね、はい、いや今回ちょっと皆さんにお見せしたいのでわざわざ下の方まで行ったんですけど、はい、戻れるかなって心配だったんですけど八幡さんが何とかしてくれました。危ない危ない、確かにここさっき見覚えがあるところですね。そうですね、戻れましたね、やっと戻りましたね、はい。まあ、今回はあの本当に山を登るなんで限られた場所でのゴムゴムのロケットの移動になるんですけど、はい、まあ、本当に町とか村とか森とかもういろんな自然が垣間見える場所なので、お、今のため打ちですね。実際四角ボタンのシンプルなバトルなんですけど、試しでまたああいった新しいアクションがあったりとか、そういった
ったところも今回のゲームショーの魅力を楽しめるようになってます。かなりの自由度が高いってことですよね。戦い方もそうですし、それこそやっぱりあのワンピースのゲームなので、はい、ゲームに詳しい人もゲームに詳しくない人もいろんな人が遊んでくれるかなと思っていて、はいはい、まあ、だからこそ、まあ、シンプルな操作だけどやると奥深いと、そういったアクションを今回楽しめるようにしています。なるほど、シンプルだし、かつやり込んだらどこまででもやり込めるっていうような、いろいろバリエーションも持ってるってことですよね。あ、また敵がいますが、今度はスナイパーライフルじゃなくてなんか巨大なハンマーを持った敵が、はい、中にいましたね。あ、今、お、すごい、え、すごい、今一瞬で移動できた。そうですね、今あのこのモードだとソルで一気に敵に近づいてテイクダウン、はい、するという技もありますので、反則みたいな感じですね、なんかすごい技ただ敵に見つかっちゃうともうできなくなっちゃうんですよ、これ。なるほど、はい、今見つかってる状態って感じですかね。今あのスローモーションみたいになったのは、今のはガード、あの八幡山がすごいタイミングよくガードしてくれたので、はい、ビンゴガードといって敵の動きが遅くなると、はい、敵の集中力によってジャストガード的な感じ。あ、これだ、おー、ほんとだ、おー、八幡山うまいっすね。八幡山はもしかしたら今世界一うまいかもしれないそれはまだね、世界中の人10分しかやってないわけですよ。そうですね。でもこれ当初あの10分ぐらいですかねって言ってたんですけど、はい、結構遊んじゃってますからね。やってますかね。まあまあまあ、でもせっかくですからね、見せしたいですから。ヤハタクさん、あの時間切れという最悪の事態は避けなきゃいけないんで、どんどん進んでいきます。あ、また進んだらいい。あ、うまく。あ、うまく。おお、これ走ったんじゃない？走ったんじゃない？あ、お、あ、お、あ、キャンセルした、キャンセル、キャンセルもあるんだ。あ、ジャストガード。あれなんかちょっとね、でもちょっとなんか焦ってきてるんじゃない？矢畑さん。ちょっと焦ってます。でも別に全部を倒さなくてもいいっていう。そうですよ。実はこう走って駆け抜けることもやろうと思えばできちゃうんで。はい、もうちゃんとね見せようとする。はい。というところでここまで来ましたが。なんか始まりそうですよ。来ましたね。坂月ですね。そうですね、ついにここで坂月と対決という。そうですね、私有で坂月と対決ってすごいことですよ、ね、いきなり最強キャラの対決確実にラスボスクラスですよね。そうですね、この杯がマグマの能力で、はい、当然攻撃力も強いですし、移動もかなり変幻自在な移動をしてくるので、はい、結構すごい攻撃が当たるとマグマが散るっていうのがすごいですね。ロギアっていう感じが。そうですね、ロギアで、まあ、当然こちらも覇気で攻撃を行っているわけなんですが、はい、おあ、ジャスト、すごい今ジャスト回避に出ましたね。あれガードじゃなくて今回避でしたもんね、はい、回避でもこうやってジャストでタイミングよくやるとかなり有利な状況を作ることができます。あ、すごい、今破壊力が強かったですね、今の攻撃は。おー、うまい、うまい、ヤハタクさん、うまい、ヤハタクさん、やり込んでますね、やり込んでますね。どれだけ今日のために頑張ったんでしょうねこうやってあの遠くから敵を狙い撃つことができるんですが、坂月に返り討ちにされましたね、今は。あと追尾してきますね。うまく身の後ろに回り込みました。坂月相手の戦うポイントっていうのはどんな感じなんですか？やっぱりあのまず移動がすごい激しいキャラクターなので、はい、うまく敵を見失わないように。でさらにですね、今攻撃一発一発強いですけど、実はあのモーション自体は大ぶりなキャラクターで、はい、なるほど、うまく敵を見てかわすと、はい、かわす、あるいはガードするというところがまず重要なんですが、攻撃するとしたら、そう、攻撃の方法としては何かですか？まずは結構距離を取ってくるシーンもあるので、はい、今の八幡山のように遠くから亀打ちを打ち込んで、はいはいはい、ゴムゴムのピストルでダメージを打って削っていったりですとか、まあ、そうすると必殺技ゲージも溜まっていくので、はい、隙あらば必殺技を叩き込んでいくというのは結構定石になってくるかなと思います。なるほど、はい、今みたいにあのコンボを決めようとすると、はい、この杯の攻撃に返り討ちに遭うというところもあるので結構慎重に行く必要もあるかなと。おお、これ、あ、これは入ったんじゃないか。おお、でも、あ、あ、
じゃあもう超高速、高速超高速プレイ。じゃあリアルタイムアタックだと思って。そうですね。もうここはあの移動も押し込みでどんどんダッシュできるのと、はい、じゃあこの上に木があるじゃん。だからどうするっていうので、こうどんどんこんな感じで。あでもなんか こういうプレーをまた見せるのも一つ全然ありな気がしますけどね。そうですね。当然あのいやいや俺もガンガン進めたいんだよってお客さんもいると思うので、はい、確かにそこはもう自由に遊んでもらえれば。これ一応あれですよ、多分今回のこのプレーが日本最速のリアルタイムアタックとしてまず、はい、これリアルタイムアタックなの間違いないですこれをみんな超えるように頑張ってほしいですね、はい、おもうおもうもう早い早い確かに早い実は多分1分ぐらいですよ、今ここまで1分ぐらい大体。さすがに多分初めて遊んだらどこにいるのかもわからないので、こういうことはできないと思うんですけど、やり込んでいくと多分タイムアタックとか楽しいんじゃないかな。はい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 、本当にこれね、今ここまで1分ぐらいできちゃったらね、あれですもん、せっかくの私有もちょっともったいない気がしますからね。そうですねせっかくなので、あの、はい、皆さんにはもういろいろと楽しんでもらいたいなと思うんですけど、満足してほしいですからね。はい、じゃあヤハタクさんの最速最速サカズリバトルが見られるかな。お、かわした。やけにちょっとこれプレッシャーかかってますからねヤハタクさん今クさん、ヤハタクさん、あれで2分以内ぐらいに倒さないと時間ないかもしれないから危ないですよプレッシャーをちょっとかけていきますよ。最後の告知が果たして間に合うか間に合うかっていうここであのヤハタクさん遠くから攻撃をしつつゲージも溜めつつ、はい、お、うまい。当然ジャストガード、ジャストガードからのレッドホーク。いや、これは見せますね、見せますねいいね。もうヤハタクさんもかれこれ2年ぐらいずっと遊んでるでもちょっと今焦りが出ましたね、はい、今のは食らったけれどもその食らったのをさらに、はい、リカバリーしましたね。リカバリーした感じですかね。装飾で杯を吹っ飛ばして遠くに飛ばした後、今のゴムゴのピストルのため打ちをしてレッドホーク、おー入る、入った、一気に減りましたね、はい、一気に減りましたね。やっぱレッドホーク相当強力ですね。そうですね、あの敵の状況によってもダメージって変わってくるので、はいはいはい、どういった風にやれば一番効率よくボスにダメージ与えられるかっていうのもやり込んでいくと見えてくるかなと思います。なるほど、完全に今では隙を見つけて、はい、おお、あ、ミーグルさんも、でも、おお、おお、吹っ飛ばしたけどもうちょい、あと少しだけど、まだ少しだけど、早い。これは相当なスピードですね。相当なスピードですね。5分以内で、あ、流星火山これ大丈夫かな。あー、食らいましたね。あー、この杯の攻撃もダメージを与えるとどんどん激しくなっていくんで、お、もうちょい、あと1ミリぐらいですか。お、お、こっから先が要注目のシーンですね。はい、ここがシークレットバトルですが、